初音ちゃんたら、あなたのお膝でぐっすりね。私もヘロヘロで、お休みさせてもらいたいですよ。もうダメだって感じでしたし。でもでも、今回はフォレスティエの一員として、美里先生や初音さんと一緒にお役目を果たせたみたいで、本当に良かったです。そうね、葵ちゃん、よく頑張ったわ。いい子、いい子。ねえ、あなた、それに、ペコリーヌちゃんも、あんまり顔色が良くないけれど、何かあったのかしら？それが、はい。ただでさえ、ギルドメンバーの子も敵に利用されちゃって、行方不明になっちゃってるのに。そんな。あら、とっても大変だったのね。お手伝いできることがあったら、先生に何でも言ってちょうだい。本当に何でも言っていいの？それじゃあ回復魔法とかお願いしちゃおっかな。オクトーさん？知らない男の人が。自前の魔法で骨はくっつけたんだけどさ、まだ全然痛いんだよね。ほんと嫌になっちゃうな。あなたが消しかけてたんですか？ビースト族の国も魔物に襲わせたって聞きましたよ。え？ま、そんなところかな。僕としてももっと本当は穏便な方法で行きたいんだけどね、ちょっと余裕なくなってきちゃって。だからあんまり抵抗とかしないでほしいな。これでも結構胸が痛むんだよね。親玉っぽい人が来ちゃいましたよ。にゃー、あと5年くらい。それじゃミイラになっちゃいますって。あなた、どうして魔物さんたちに里を攻撃させたの？魔物さんたちもエルフのみんなもたくさん傷ついてしまって。それはね、この里にあるっていうソルオーブもらっとこっかなーってさ。ちょっと待ってください。あなた、あの弥勒と結託してエリスさんに手を貸してるんですよね？弥勒も私たちにソルオーブを持ってこいって言ってましたよ。コッコロちゃんやこの人の大事な知り合いを人質に取ってまで。そう、それそれ。指のことは別にいいんだけどさ、あいつにあんまりソルオーブを揃えさせたくないんだよね。多分ろくな使い方しないだろうし。ハン、細かいことは知らないけど仲間割れってわけ。キャラちゃん、いやあれだけ用意してた魔物たちがやられちゃうか。すごいな君ら、本当にレベルアップしたね。褒めんでいいわ。さっさと降参しなさいよ。さもなきゃぶっ殺すぞ。そうだわ、魔物さんたちを操っていたのが彼だとしたら、きっとまだ何か奥の手みたいなのがあると思うの。オクトーさん、ここはひとまずご飯を食べて話し合いをしませんか？っていうか、あなたはどうしてエリスさんに協力してるんですか？教えてください。僕としてはさ、
こっちの世界がどうなっちゃっても別にいいかなって感じなんだけど、前の失敗の繰り返しとかちょっと勘弁してよって思うんだよね。あとほら契約もあるし。繰り返しってミソラが言ってた世界のループってやつのこと？ま、どう考えてくれても構わないけど、方法はともかく僕がエリス様の味方をする以上、残念ながら君たちとは手を組めないんだよね。なんかすごそうなのが出てきたんですけど。この叫び声って、さっき私たちが聞いたのと同じものだわ。キャルちゃん、この精霊って黒い風の精霊じゃない？コロスケの儀式で浄化されたはずなのに。僕はこいつのことをよく知らないけど、君らの倒した黒い風の精霊ってのとは別の個体だよ。別個体？でもすっごくそっくりですよ。僕の同僚はデータを再現したり覗いたりするのが趣味っぽくてさ、ゼーンってドラゴン族のネクロマンスとかもその一環っぽいんだけど、ほんと悪趣味なやつだよね。ゼーン再現、じゃあこれも魅力の仕業ってわけ？最初はこんなの預けられてもって思ってたけどさ、この精霊の魔物を無理やり暴れさせる性質をうまく利用すれば僕の仕事も効率よくなるし、それに邪魔な君たちへの嫌がらせにもなりそうだからね。じゃ、僕は長老に挨拶して用事を済ませてくるから、しばらくこいつと遊んでてね。この、待ちなさいよ！キャルちゃん気をつけて。この精霊、前よりもパワーアップしてるっぽいです。ハツ姉さん！が、にゃ、あと500年くらい。それじゃ塵になっちゃってますって！あ、そうだ、こっちのもついでに置いとくから。なに魔法陣からすごく大きな魔物さんが。エリスさんの使徒も？そう、もともとはプリンセスフォーム対策に借りてたやつだし、精霊の影響でそいつもパワーアップしちゃってるっぽいけど、ま、よろしく。おまけみたいに置いてくんじゃないわよ、バカ！